やっほろー。今回。いやー、冷たい冷たい過敏症についてお話ししていきたいと思います。改めまして、おはこんばんは、加藤ひろゆきです。そうですね、これ結構、なんか、そうだな、コメントとかでもらったりするんですよね。私すごく暑いのが苦手になりましたとか、寒いの冷たいのがすごい苦手ですみたいな、そういうコメントをもらうんですけど、これね、僕のパターンで今回お話ししますけど、まず、倒れた時ですよね。もう綺麗に半分。痛みは感じない。その冷たさとか暑さとかも感じない。ただこうなんかこう見てるから当たってるぐらいだけであって、全く何も感覚がなかったですよね。3ヶ月か4ヶ月ぐらいだから、その3ヶ月か前の4ヶ月、うん、そんぐらい、ちょっとその辺ちょっと曖昧ない。あはー、はい、一応リセット、あーいい、まあいいなんですけど、お風呂とかも入ってても、そうですね、だから当時入院中はずっとシャワーかけられてるだけなんですけど、こっちは感じるけどこっちは何も感じなかったっていう状況でしたね。それがだんだん感覚がこう戻ってくるんですよね。で、その時すごいね、敏感になるんですよ、めちゃくちゃ。僕の場合はすごい敏感になりましたね。これね、順番があったんですよ。やっぱりね、この最初足からだったんですよ。足から来て手顔かな、そう、下から順番にこう来てたんですね。それやっぱりまあ足っていうのはこうリハビリでずーっとこう立って歩いたりとかして、やっぱ重力っていうか圧力をかけてるから、それだけ分その治りも早かったのかなっていうのが、治りっていうかその感覚も取り戻すのが早かったのかなっていうのがありましたね。で、一番はやっぱりそのめちゃくちゃね、こう冷たいもん、僕の場合は暑さより冷たさがすごく敏感でしたね。僕はそうですね、基本僕は入院中でハーフパンツと T シャツだったんで、何もあった、あ、そっかそっか、ペットボトル開けようとしたのかな、その時冷たいなんか取りに行って、それの時にこう足に挟んで膝に挟んで開けようとした瞬間、膝に当てた瞬間、ぷわーっと、何これめちゃくちゃ冷たいんですけど、みたいな。まあ、その、冷たさってのが異常だったんですよね、もう。ばーっと、うわ、だからその時に、あ、神経が戻ったかもしれない。ちょっと嬉しかったんですよ、でも。でも、異常に冷たかったですよ、ほんと。もう、検測側の右でやったとき、当てたときに、俺、まあ、冷たいよなっていうぐらいだったんですけど、うん、巻き側の足は、もう、異常なほど、冷たかったっすね。けど、今まで感じなかった、冷たさが感じられたっていう喜びがありましたね。でも、手は、その時は全く、何も感じなかった状況でしたね。で、そこから、1ヶ月後ぐらい経ったんかな？そしたら、手の方はもう、また、ピピ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 って、すっげえ、何この、冷たさみたいな、っていうのがちょっと感じられました。で、そうですね、顔の方も、で、またその1ヶ月後ぐらいに、今度、顔の方もまた、ピョンヨーン、みたいな、っていう感じで、すごい過敏症的な、敏感になってましたね。でも僕の過敏症はもうね、ちょっと経ったらなくなったんですよ。あの異常なほどのこのなんていうか、そのビビ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 ビっていうぐらい本当にもう冷たかったんですけど、もうそれもなんか
徐々に徐々にこう、なくなっていきましたね、僕は。それもだいたいこう、1年以内にはもう、全部、綺麗に、収まりましたね。だから今、こう当てても、うん、そんなに冷たくもないし、まあ、同じぐらいですよね、感覚は。それと、暑いのが、そうね、だから逆に言えば、暑いのは、こっちの方が、ね、検測側の方が若干、いつも通りの暑さで、こっち側の、巻き速側の方は、ちょっと、一度ぐらい感じられないぐらいの、あまりその、ちょっとその暑さっていうことに関しては、ちょっと、巻き側は僕の中では、ちょっとあんまり暑くないみたいな、そんな感じでございます。だからこれ、未だにちょっと後遺症で残ってる方が多分、結構多くいらっしゃると思うんで、まあ大変だなと思って、なんか、なんだかな、その、ラーメンが熱くて食べれませんみたいなコメントももらったことあったんで、うわー、それ大変だなと思って、もうラーメン好きの僕からしてみれば、厳しいなと思って、なんかそういうので結構まだ色々と苦しんでいる方は多分いらっしゃると思いますので、なんかそのだ過敏症対策っていうのはなんかあるのかなーって、ちょっと思いながらも、これはでもどうなんでしょうかね、もう、なんかあるんですかね、対策。ちょっとわかんないですけど、僕はそういうのじゃなかったから、先生と相談することもなかったんですけど、もし何かこうね、こう、今現在ね、悩まれてる方がいらっしゃるようでしたら、こう、近くの先生に相談して、もし、過敏症で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、こんなことに悩んでるんです。で、そうですね。過敏症対策、こんなことありますよーってもしあったらコメントをください。僕のコメントを読んで、その過敏症の方で、もし困ってる方とかいらっしゃると思うんで、コメントを入れていただければ、あ、なるほど、こういう対策があるんだっていうのはね、またシェアできたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは、以上、加藤博之でした。また YouTube でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、いいね、高評価もお願いいたします。それではまた見に来てください。待ってまーす。バイバーイ。